さあ、右がゴルガリミッドレンジ高橋選手、そして左がジェスカイジャンクの宮田選手となっております。宮田選手は環境ウイジン戦の優勝者でもあると、はい、そうですね、つまりこれで勝つともうこのラブニカのギルドという環境最強になってしまうという、最初からここまで支配し続けてますよね。同じデッキをずっと使ってて、この大会でも、まあ、細部は非常に異なるんですけど、同じジェスカイカラーの、まあ、ミッドレンジ、後ろにミッドレンジですね、もう使っていて。なるほど。ですね。そうです。ハレルヤのデッキ検索で検索すると、もうほとんどこのジャンルが宮田さんの名前で埋め尽くされているんですね。ハレルヤの普通のデイリーのトーナメントでも、まあ、結構勝ってるんで、多分すごいアベレージだし、結構、細部に目をつけると、まあ、ジェスカイの、まあ、手振りデッキといえば、まあ、よくあるんですけど、細部を考えると非常に珍しい形をしているので、うん、デッキ非常に強い可能性が結構ありそうで、楽しみですね。うん。もう間もなくですね、デッキリストの方も、アップロードされる頃合いかと思いますので、ぜひ、アップロードされた時には見ていただければと思います。かなり特徴的な構成になってますよね。そうですね、さすがに同じリストを使ってる人は、まあ、世界に2人といないことは間違いないですからね。これはすごいことになってます。ちょっとね、岡井さんもちょっとうーんとこれはっていう感じでしたもんねなんだこれはと。さあちょっとね、プレイマットが盛り上がってますけどね、竜王のお仕事ですかね、はい。まあ、もう決勝ですし、うん、そうですね、ミストは、まあ、もう出ちゃうので、はい、まあ、と軽く話しますと、まあ、うん、フェニックスと、そうですね、普通の、トリジェスカイコントロールっていうのは、まあ、テフェリー4枚に、まあ、クリーチャーが、まあ、入ってて、ドレイクとかニブミゼット程度に抑えられてるんですけど、うん、このデッキは、まあ、再燃するフェニックスとベナリア氏が入ってて、まあ、ミッドレンジ調の動きも、うん、まあ、できて、で、各、プレインズウォーカーが、カウンターと非常に珍しいんですけど、赤白のファートリー、うん、戦場の詩人ファートリーでした。まあ、これも採用されていて、まあ、かなり中マナ駅のカードが多く入っている。で、プレッシャーをかけていける形になっていますね。まあ、しかしカウンターなども入っているし、まあ、非常に強力な3点除去の、まあ、クラリオン、これも入っていて、まあ、いろんなゲームレンジで戦えそうな形になっていますね。さあ、一体どのような勝負になるのか、いよいよ、スタンダード新挑戦者決定戦決勝でございます。この試合で勝った方が、挑戦者として現スタンダード新になります岡井選手に挑戦するとなります。しかし宮田さんがマリガンですね。後手は先手の高橋さんキープですね。まあ、サイドボードを見てみても、まあ、お互い、まあ、かなりお互いに対して有効なカードが入っているというか、そこまでサイド後、まあ、展開変わることはなさそうな、まあ、典型的な、まあ、ミッドレンジ前後のデッキのミラー、まあ、その速度帯らしく、まあ、ちょっと重くするというのを狙いあって、かなり重いカードである、まあ、最高最短だとかアドバンテージゲームである、うん、アルゲールの団結、あとは、まあ、こういう対決で非常に強い軽蔑的な一撃など、まあ、そのあたりのカードが、まあ、入ってくると思うんで、まあ、大振りのアクションも咎められるし、まあ、逆に重いアクションをお互い繰り出し続けるという展開にもなるんで、まあ、より派手な戦いになりそうですけどね。まあ、宮田さんのデッキは、まあ、テフェリーとフェニックスがやっぱりキーになってて、まあ、おそらくこの2章を使ったデッキは結構ゴール狩りに他に結構いいゲームができるんじゃないかなと思ってます。フェニックスは結構ゴール狩りってソーサリータイミングでプリンズウォーカーだとか、まあ、チュパカブラで、まあ、場面を返しながら展開していくっていう動きになるんですけど、うん、まあ、フェニックスはそのソーサリータイミングの状況に非常に強くて、プリンズウォーカーのマウントも取られにくくなるので、うん、まあ、このクリーチャーは非常にゴール狩りに有効ですね。まあ、ただ高橋さんの方も珍しく侮辱が3枚と多めに取られてるんで、まあ、回答することができる形となっているため、まあ、多分予選ラウンドだとそういう感じでゴルガリには結構有利がついていたんじゃないかなと想像されるんですが、まあ、今回高橋さんのリストに対してどのように機能するかわからないですね。高橋さん非常にプレインズウォーカーが多めで除去も多めで、まあ、結構こっちも中速帯に寄せてあるんで、がっぷり四つになりそうですね。6枚はキープしましたね。さあこちらは、1位通過の宮田さんが先行でスタートですね。さあまずはお互い土地をタップインで出していきますね。
フィンタップ、うん、この土地の置き方だとベーシックランドタイプ多分なさそうなんで、ちょっとスクリュー気味か M 点が結構たくさんあるかって感じで、のしげみ歩きもタフネスが伸びてしまうと火力圏外になってしまうので、うん、対処してね、あーズカンタスタートですね、土地がない形になってますね。そこで土地が止まってしまった宮田選手です。でこちら探検で、うん、そうです、土地は伸びるし、うん、クロックもこの 2-4 となるとちょっとサイズも止まりにくくなりますし、まあ、ライフゲインされるのも本当のコントロールだったらまあそれほど影響はないんですけど、多少クリーチャーで殴る形になっているので、うん、まあ、ライフゲインもいずれは差が出るかもしれないですね。アズカンタは墓地が見えないですが、あ、落として土地を探しに行きましたが、どうですかね、これないとちょっと軽いクリーチャーのビートダウンが、しかもクラリオンを落としてしまっているので返すカードです。まあそうですね。うん、クラリオンもちょっとのしげみ歩き、タフネスの4到達されているんで、あまりまあ、効果的ないです。ですね、あ、土地は引けましたね。で、3マナでパスしましたね。カウンターでしょうか。ショックインなんで、まあ何か意図があって、アンタップインしてそうですね。まあ3点アタックですね。あ、助教で行きましたね。助教で行きましたね。まあ。CM 歩きのクロックはまあだんだんと伸びていくので、うん、で高橋さんはカウンターをケアした形でしたが、これがぶっぱできるようになる、あ、しかもアズカンタ悪い、いや非常に強い返しですね。これで土地もまた止まってしまうかもしれないんで、かなり押せ押せになってますね。高橋さんはこのブラスカも対処しなければいずれは奥義で殺されてしまって、あ、でもランドは引きましたが、フェイツーでフェニックスですね。このキーカードでしょうね、うん、これ一気にブラスカにプレッシャーがかかったんで、まあ、あまり仕事をさせずに1対1交換の範疇に収めれるかもしれないですね。さあこのブラス、あ、フェニックスに対してどう対処していくんでしょうか、高橋選手。1にも探りましたね。ロングゲーム。手札は結構プレインズオカまみれでランドも欲しいって感じなんで、まあ、もうプレインズオカで勝とうという形を狙ってますね。ですが、とりあえずはブラスカ守れ、まあ、トロフィーを無理やり打って守ることも可能ぐらいですかね。で、ランドを探しに行って、ランドがもらいましたね。これで6枚目まで確定してるような気がするんで、しかもコントロールには強いアルゲールがめくれて悩ましいですね。どうですかね、フェニックスを出されてるけど、ライフも余裕あるんで、これもらいそうですね。もらってそうですかね、もらいましたね。手札最終最終とブラスカとトロフィーとなんかすごいロングゲームはもう、あのアルゲールまで加わったらかなり盤石になってそうですね。まあ、しかしテフェリーってカードはすごいプリンズオーカーの返しにも強くて一気に支配できるんで、まあテンポをアルゲール落としましたね。やっぱりこの手札だとまあ重すぎるからもう必要ないだろうということで、なるべく早く勝とうという意図もありそうですね。トロフィーで守りに行きますかね。守りに行きましたね。なるほど。ブラスカーの中世長、あ、でもヨーナイスか、ここは4か、カウントしていきますね。フェニックスを表裏で除去られることも嫌って、高橋さんは表裏でブラスカーのマイナスまで含めて綺麗に除去ることを狙って、まあ、ブラスカー守れるね、2面ブラスカーで相手さらちっていうことを狙ったんですが、まあ、カウンターされてしまいました。まあ、しかしそうは言ってもブラスカー適当に出しても中世値が8あるんで、まあ、会社のアタックではまだ落ちないんでぶっぱしそうですかね。宮田選手、実はショックランドかなりインしていることもあって、ライフがすでに10と、そうですね、さあここで6マナブラスカーですね、探求者ですね。この2-2トークもかなりクロックとしては優秀なので、うん、フェニックスで止まらないので、これは結構、ライフが詰まってきましたね、テフェリーでブラスカーを返したとしても、そのテフェリーは、威迫トークンで絶対落とされてしまうので、ここで火力でトークンを対処して、さらにテフェリーみたいな感じにしないと、ちょっとでもカードが2枚しかないんで厳しそうですね。ちょっと今トークンの到着待ちかなこれは。はいはいなるほど、2枚スペルだとは思うんですけど、とここから返すのは厳しそうですね。そうですね、コントロールに入ってるような、薬術師の眼識の、まあ、アドバンテージ取るカードはそんなにないんで、プレインズウォーカーで、まあ、カード稼いでいくことになると思うんで、うん、テフェリーが定着しなそうですから、ちょっと厳しそうですね。 2-2 の威迫トークも残ってしまったんで、ブラスカーも硬いんで、フェニックス殴ってもちょっとライフも詰まっていくし、トークンはさらに出てくし、厳しいですね。さあこのフェニックスはやはりちょっと殴りつらい、ね、そうですね。レンジャーはとりあえず、まあ、レンジャーを止めてブロックしてもトークンになったとこをブラスカーでマイナスされてしまうので、またでも殴ってもあんまり価値がなさそうな形になってますね。
やはりゴルガリは安定して土地をストレートに伸ばせるんで、6ターン目にグラスカが通ってしまうと一気に優位が傾きますね。おそらく高橋さんとしては、まあ、あのトロフィーの除去の後にはもう、あ、テフェリーが出しました。テフェリーですね。あ、かっこいい方ですね。これでマイナス能力では残しますが、高橋さん確かもう1枚あった気がするんで、もうテフェリーも落ちるし、もう1体おかわりは出てくるし、ちょっと厳しそうですね。多分あのトロフィーを通していると、多分ブラスカ6ブラスカの方は一応弾けてそうな展開だったんで難しかったですね。あそこが一番ターニングポイントだったような気がします。なるほど。おそらくあのトロフィーを打つということはそこまで決まっていたのプレーだったと思うんで、うん、でまあ威迫で、うん、そうですね、テフェリーを安全に落として、さらにそうですね、また同じ状態でテフェリーだけ減ってしまった形になりましたね。このブラスカまた2個下ぐらいにまたあるので、もう対処してもどうしようもないですし、そうですね、ドライフを守りながら延命するぐらいしかできなそうですね、うん、フェニックスも 2-2 の威迫トークに対してはブロッカーとして機能していないので単体だと。まあレンジャーぐらいしかブロックできないから、もうせめても殴りに行こうかと。ブラスカも出てから3キルですからね、うん、もうここはどうでしょうね。ブラスカの中性値を減らすことに対してはそこまで、まあ扇で負けるかライフ詰まって負けるかって差ですからね、まあ、ね、どっちにしても厳しいって感じですね。4マナフェニックスの追加ですか、フェニックスの追加ですね。まあ一応レンジャーどの道止まってるし、うん、メナストークンに、2体ブロックいくこともまあ、うん、あまり意味があるとは思えないので、まあそうですね、殴りそうですね。で一応開始にブラスカへのプレッシャーそこそこかかってますが、ライフの方が尽きてしまうので、ちょっとこれは厳しそうですね、うん、さあさらに回収する土地も引きましたね。そうですね、回収にもあるんでランドもずっと伸ばして、ブラスカも次また帰ってくる予定なんでどうしますかね。悩ましいですね。でも、まあ、トークンまで除去る手段がないから、まあ、マイナスしてもしょうがないですね。宝物やられるだけなんで、うん、まあ、トークンでもプレッシャーをかけていって、すると、まあ、多分高橋さんとしてはクラリオンを、まあ、ケアするぐらいを考えればいいので、3、4はいいサイズですね。さあ、ここでゴルガリを回収して、そうですね、クラリオンに非常に強いボードで最低限のクリーチャーでもう押し切ろうという感じですかね。まあ、なんなん出さないか。あれですか、マイナスプラス、そうですね、で、トークンはゼロコストなんで、そっか、除去れたのか、そうですね。これは、フェニックスも一体死んでしまいますね。そうですね、これで、まあ、トークンにしたやつを回収したブラスカでゼロコストだから倒せるという形ですね。なるほど。フェニックスも倒されてしまったね。これはちょっとクラリオンでも厳しいですね。あ、これでライフが2。そうですね、ちょっと耐える手段がなさそうですね。そうですね、だから3でしたね、失礼します。さあ、ここで宮田選手が投了して、勝負は高橋選手が1本目は勝利しました。これはサイドボードに入ります。いや、ブラスカ強しと、いや、6ブラスカ本当に非常に強いですね。通ってしまうと全然もうフェニックスに対してドカンと出して普通に、うん、まあそうですね、まあええかってなりますかね。まあ、結果論にはなってしまいますが、そこはカウンターしていればといったところでしたかね。そうですね、難しかったですね、うん、まあ、打たれるということは回収にチパカブラなりブラスカなりでまあ綺麗に処理されそうでありまして、ね、まあ、逆にそれがまあ死の海の軽いカードだった時には、まあ、その4マナの方のブラスカですか、そっちが落ちてなかった分カウンターしとけばよかったなってなってしまうので難しいですね。ね、さあ、ここからサイドボードにお互い入っていきます。宮田さんの方は、トカートリのなんとかって人、まあ、このクリーチャーは戦場に出た時の能力を誘発させなくするんですが、まあ、このカードは一応ゴルガリ対策として、まあ、最近ちょっと流行っているカードですが、まあ、探検を止めるのとチパカブラやゴルガリの終売人ですか、まあ、回収を止めたりと、まあ、それなりに戦場に出た時に、まあ、何かするクリーチャー多いんですが、まあ、しかしマッチのキートならな、やっぱり今も見たように結構プレインズウォーカーにはなると思うんで、で高橋さん非常に、ゴルガリの上ブラスカ4マナの方のブラスカを3枚と非常に多く採用してるんで、トカートリを入れてしまうと、うん、このブラスカに非常に弱くなってしまうんですよね。本来はそれほど当て先がないのに、まあ、トカートリに当たってしまって定着されてしまうという形になるので、うん、なのでまあ、どういう風に活躍するか結構、まあ、気になるところですね。やっぱり探検が誘発しなくてクリーチャー結構弱くなってしまうのも、まあ、価値はあるカードで採用されてるんで、 どういう感じになるかと楽しみですね。あとは
そうですね、高橋さんが、高橋さん側の視点からだとどうですかね、デュレスとかはどの程度入るか結構難しいですね。テフェリーとフェニックスとイオン、イオン化ですか。なんで結構、コントロールにドレイクのスロットに、まあ、ゴルガリに強いからフェニックスが入ってるのかなぐらいに見えてるとしたら、まあ、脅迫は入れそうですかね。探求者の従者をちょっと抜いているような、ね、そうですね。今はコントロールだと思ってるんで、バリューの低いカードどうしようかなということで、うん、チパカブラとかはそうですね、抜いてますね。フェニックスだったので、ドレイクもいないんで、あと最終もマイナス4のモードが意味ないし、まあ、そのロングゲーム用のカード結構たくさん取れて、アルゲールの団結の、追加ですかね。これはメインに1枚で、ね、うん、2枚目と、最古最短などあるんで、うん、まあ、クリーチャー回収せずともマナー結構注ぎ先があるだろうということで、まあ、サイダーとしてそうですね。のしげみ歩きもかなり今減らしていたように、ね、そうですね、まあ、基本的にはアグロ対策のカードですし、まあ、探検できなかったときは1、3とマナー殴り値があまりにも低すぎるんで、まあ、あよ通しそうですね。探検クリーチャーは土地になるけど、のしげみ歩きはただサイズが上がってて殴るぐらいしかできないんで、うん、やっぱりこのリストだとキーとなるのはプレインゾーカ、プレインゾーカで勝とうとしてるんで、まあ、しょうもないクリーチャーのダメージを稼ぐことはそれほど重視してなさそうですね。さあ現在第12期スタンダード新挑戦者決定戦の決勝戦をお送りしております。1本目は、右のゴルガリミッドレンジを使う高橋選手が勝利しています。解説には現スタンダード新であります岡井俊樹選手をお呼びしております。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。宮田さんの方も今のゲームは、うん、まあ、まあ、リガンしてかつちょっとランド不安ある感じのハンドで、アスカンタも割られてで厳しかったんで、このゲームどうなるかですね。アダントの先兵などはまあ入れてないんで、まあ、やっぱりその中長期のゲームで、うん、こちらもやっぱりプレインズウォーカーとかをキーに戦う感じですね。アグロ仕切るっていう感じですね、うん、でもベナリア社は残ってるんで、まあ、プレインズウォーカー用のプレッシャーも、うん、まあ、ある程度あると。さあお互いサイドボードが終了してシャッフルに入ります。まあ、ジェスカイ側がまあやっぱり土地事情に多少難があるというか、まあ3色デッキな上にまあその土地が止まってしまった時にまあゴルガリのように探検でデッキ掘り進めたり軽いドロースペルがあるわけでもないので、さっきのように土地が止まってしまうとテンポ差を繰り返すことが厳しくなるので、まあとりあえずストレートにまあ土地が置けて展開していけることがまず必要そうですね。やっぱりゴルガリの強いところはそこの安定性ですよ。2色デッキかつ探検を繰り返すんで、まあ、マナースクリューにはほとんど無縁であるところが非常に強いですね。まあ、しかしトカートリを入れると、まあ、意外と探検キープみたいなの結構するんで、ゴルガリっていうデッキは、ハマるかもしれないですね。それちょっと今、1枚何を抜くかでかなり悩んでいたような、なんですかね。確かに、うん、高橋さんも最古最短はでも多分サイドボードに残ってなかったか入れてそうですけど、まあ、フェニックスってカードは結構最古最短に強いですからね。一般的なジェスカイコントロールに対してはまあよくテフェリーをそのままぶち抜けるので非常に効果的というか、まあ、キラーカードぐらいの性能を持っているんですけど、まあ、フェニックスが横に行っているだけでまあ出すことが結構厳しくなることもありそうなんで、この辺もどうなるか。あと、真夜中の死神。多分これ3マナ32の死んだら1枚ドローですかね。これクラリオン対策として入れてるとしたら多分サイドインしてるかなと思うんですが。基本的に探検クリーチャーを並べ立ててビートダウンするんで、まあこれが横に行ったいるだけで、まあクラリオンされてもすると急にアドバンテージゲームに持ち込むという形になるので、まあサイドインしてるかもしれないですね。まああんまり他の用途が思いつかないで、ライフが余裕があって、かつクリーチャーを除去ってくるって感じだと、まあコントロール系統としてスロットを取られてそうなんで、まあ単に普通に本体に、何でしたっけ、サバキの一撃、ジャスティスストライクを打たれても、まあ別に交換比率はまあ悪くない、キャントリップした、まあ、ならずの生成屋に除去を打たれたみたいな感じなので、そんなに悪くない、単体悪くなくてクラリンを対策できているということで、さあ決勝戦2本目がスタートします。まずはマリガンチェック。ジェスカイランドを順当に置けることができるハンドが必要そうですね。高橋さんの方はお互いそうマリガンですね。
お互い前がするとやっぱり先手の方が少し不利な上に、まあ、探検分でとりあえずラウンド自体はなんとかなるということで、少しゴルガリガーの方がまあお互いマリガンとなるといいかもしれないですね。やっぱりジェスカイはストレートに5マナ目まで置いてそのままテヘリでマウント取るというのが、まあ、やっぱ先手は理想的な動きなんで、うん、結構6枚に減っちゃうともう先手までで使えるカード10枚ですからね。土地5枚とテヘリで6枚となるとそれなりに要求が高いんで、どっかで、まあ、つまずいてしまうかもしれないですね。お互いマリガン5どうでしょうか。まあ、先手だとアズカンタが欲しいですね、うん、アズカンタは土地も伸びるし最終的に土地を増やすことができるので、うん、ここですね。一応ゴルガリそれなりに対処はできますが、先行2ターン目に置ければまあ少ない疑似少ない分だけでも結構嬉しいですからね、うん。お互いキープですね、うん、第6。そう、さあ2本目は宮田選手の先行でスタートします。もうちょっと先日悩んでます ね、 悩んでますね。悩んでいるということは明日に送りましたね。なんとも言えないスペルとかですかね。タップインでおしまい、まあ、これ今回は基本土地タイプはまあ苦労しないんで、一応アンタップインしようと今ずっとアンタップインで置けそうですね。まずトカートリから行きまし た、 ね、 ましたね。そう、これがどうなるか結構面白いですが、うん、そうです、とりあえずちょっと刺さってますね。でこれ迷わず出したっていうのは最終的にどうなるんですかね。で、アズカンタ、はいはいはい。互い、迷わず出した、うん、なんでだろう。何かがあるんですかね。1点クロックを嫌ったって形ですかね。とりあえず除けれる見込みがないんで。うん、そしてで、アズカンタで落としてランドが、うん、オッケー、ないのか。さあ、いや、ナスカンタも受けたないからちょっと悔しい。あ、受けはいいですね。で、これで、あ、素晴らしい、ベナリア氏。で、探検も1、2になってるんで、騎士トークの取りも非常にいいですね。非常に押せ押せになるかもしれないです。で、あ、レインジャーですか。いや、刺さってますね、とか、あとに。でも、ちょっとやりましたね。ちょっとやりましたね。ちょ、テンポ的には悪いですね。これは、ライフの方も結構、どんどんベナリア氏に削られるのに、あの、1、3落とさなきゃいけないという形になってるんで。で、テルダのサイコ最短も、まあ、やはり、ベナリア氏を1回出されただけでもう、ちょっとこれ、サクリファイスの方の、クリーチャーサクリファイスのオーダー結構、あまり価値がない感じになりそうですね。まあ、ただ、騎士トークン4、3で殴られる前に次はもう張ろうという形で多分トカートリー除去って騎士トークンも減らすという感じで。あ、しかしまた止まっているか。そうですね。まあ、しかし一応3万アップで全部捨てるので、カウンターぐらいは結構ありそうですけどね。まあ、こういうところを嫌ってこっちもケアしてクリーチャーから出し始めましたね。で、最高最短手にあるし、ランドが必要なんで落としそうですかね。ね、6枚目のランドが今引いた6マナブラスカーのために必要になったんで、そのまま6枚目の。で、これをどうするか。あ、通しましたね。通しましたね。さあ、土地急に伸びましたね。しかし、地上はかなり、次のベナリア氏アタックには、あんまりいいブロックできない。そうですね。絶対2体持ってかれるブロックなんで、8点テイクとかにもなりそうですね。これだと、地上クリーチャー結構止まってるんで、まあ、6ブラスカにオールインする形にもなるかもしれないですが、ダブルブロックでまあ1個減らしとくかどうか。そうです。最終的にフレインズオーカーで勝つんなら、まあ、頭数減らしておいて、盤面綺麗にしときたいという意図もあるかもしれないですね。しかし結局これオープンエンドされると、まあ、6ブラスカ叩きつけるのにもかなりリスクがあるんで、まずカンタがいずれ裏返ってって感じにもなりそうですね。4点だけ入って、16。うん、で、グランドが置けると結構有利になりますが、いいですね、おー、来ましたね。で、カウンターっぽいんで、かなりこれは高橋さん厳しそうですね。しかし、まあ、ずっとターンを終了してて、まずカンタ分で、いずれはかなり有利を広げられてしまうんで、まあ、ぶっ破し続けるかもしれないですね。さあ、
地味にトカントリーに使った一旦ちょっと効いてきてます ね、 ですね。ここはどっちカウンターされても結構厳しそうです ね、 ですね。まあ一応最下最短の方がバリューが低いからそっちからぶっ破して、うん、それが通ってればまあブラスカカウンターされても問題ないんで、まあ、基本的にそうなるかもうリターンを狙って一気にいくか、うん、おそらくサイドボード後から宮田選手さらにカウンターの数を増やしてきて、元から4化が入ってて、まあ、多分軽蔑的な位置引きは絶対サイドにすると思うんで、うん、そこで高橋選手カウンターがちらついてあまり大振りのアクションが取りづらい状況ですね。しかし他のクリーチャーリターンを取りに行きました ね、 ましたね強い方から出しますね。さあこれは通るのか、これは通らない否認ですね。ネゲートが入ってますね。もう完全にプレイン増加ゲームになると思って、うん、ネゲートまで入れてますね。でアズカウンターの誘発落としてランド探しに行く。あでもセトルも入ってるんですね、うん、結構コントロールチックな、ね、そうですね、そのまま残すんですね、うん、ゴール側に対してまあテフェリーとそうですね合わせて結構そのテフェリーを守ることが、まあ、ゲームの終着点なんで盤面が結構散らかっててもこれさえあれば仕掛けれるということで2マナの仕掛けトカートカートですか。これはそうですねディストロークと否認だったらどっちもあったらどっちから行くかな、わかんねえな。これは通るかもしれないですね。通るとでかいですが、また叩きつけていく。そう、カウンター、そうですね、素晴らしい。これもカウンター、完全に高橋選手のほど制限してきますが、さあ枝渡りがこれ出しちゃってできない 2-1 何もしないですね。気づいてあって、うん、いやこれは結構アズカウンターでアドバンテージ差を広げてって感じになりそうで、それまでにもう一回すごい重い脅威を高橋さんが引かないとかなりゲームはどん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 じわじわと傾きそうですね。まあ終了しかないですね。カウンターがかなりですね、割れるカードが4ブラスカとかがちょうどいいですかね。この手はまだ6枚な気がするんで、見た感じこれがひっくり返ってしまうともう戦利品でしか触れなくなってしまうし、戦利品で触ってもアドバンテージを失う形になるんで、落としますかね。落としてバインディング落としてドロー。フェインゾーカーに触るカードも欲しいけど、まあランドも欲しいということで悩んだんでしょうか。4マナフェニックスですかね。もうぶっぱですね、ぶっぱですね。これは一応すげえでかいカードを叩き切ったでしょ。あ、アルゲルか。ここで通ってしまったアルゲルの妥結。面白いゲームになってきましたね。しかしフェニックスがライフにも一応睨みを利かしているから、ね、あんまりむちゃくちゃ引けるという感じにもならないかもしれない。あっと、ビビアンリード。やっぱりフェニックスは強いですね。このビビアンとかブラスカで除去って、そのままマウントを取れるっていうことができないんで、とビビアンも仕掛けるのは難しいかな。まあ、プラスで無理やり仕掛けて4点食らって2回使って終わりみたいな感じになりそうなんで、まあ、結構フェニックスはやっぱプレインとかに睨みが効かせて、ライフにも睨みが効かせて、結構、まあ、ぶっ破した甲斐あった、結構圧のあるフェニックスですね。さあ、宮田選手、高橋選手の呪文、プレインズウォーカーですね。こちらさばきながらライフにもこのプレッシャーを与えていく。で、アズカンタこれで7枚目なんで、まあ何でも落としても変身させそうですかね。うん、なんか多分手は全部スペルだからテフェリーぐらいあってもおかしくないですし、テフェリーだったらどうするかな、難しいですね。プラスでマウント取りに行きそうですけどね。うん、アルゲールをマイナスで飛ばすのは微妙か、難しいですね。ここライフも詰めているか、ベナリアショートして、そうですね、変として、まあ、ライフ詰めるために結構ちょっと迷った感じですけど、まあ、さっさとランドをもらいに行ったことは、うん、まあ、5マナのバリューカードあってもおかしくない。どうですかね。さあ、まあ、当然ながら、この裏返った後のアズカンタ、強力ですよね。そうですね。うん、ただ、結構テンポ的には余裕がなくなってきた、向こうが無限アドバンテージ状態なんで、うん、まあ、どんどん詰めていく、そうですね、詰めていく感じにも、でもアズカンタの起動しそうなマナーにも手をかけて。うん、6マナ目を置いて4マナでフェニックスですかね。あ、ライフが2体目、はい、これはちょっとビビアンとアルゲールもまだ反対、さあもう攻めて引こうという感じですかね。そうです、これを返すとなるとちょっと厳しいですか、ね、1枚だと厳しい気がしますね、多分、うん、さあレインジャー引いたんですが儀仗兵がいる、ああって儀仗兵おるんですよね。これは結構効いてますね。もう引くしかないですね、うん、ブラスカの侮辱を直接ドローするしかもう目がなさそうですね、うん、そうですね、投了ですね。さあ2本目は宮田選手が取り返して勝負は 1-1、 いやまさに宮田選手、まあ、理想の展開といいますか、そうですね、トカートリとフェニックスなんかもう、うん、なんかもうね、なんとも言えないデッキジャンル的には何の動きをしたかよくわかんないけど、ヘイトビアみたいになってますかね。しかしまあ今のゲーム展開見ていると、まあ、かなり強力な動きですよね。そうですね、トカートリも結構しっかり刺さってましたし、うん、やっぱりフェニックスがドレイクだったらもう全然ビビアンでマウントを取られていたんで、かなり違いますし、かなり構成のりは
取れてそうですね。やはりゴルガリにはそこそこいけるというあれで持ってきているような気がします。やはり要所要所しっかりカウンターで防いでいくという、ね、そうですね。カウンターがしっかりと枚数、仕掛けの枚数と同じ枚数だけあったんで、それがちょうど良かったですね。なるほどなるほど。否認と軽蔑的な一撃、そうですね。まあ否認からどうなんですかね。どっちもあってもまあ否認から切りそうですね。確かに難しいですね、うんうん。フィーチャー側だとまあ構成が分かってないんで、5マナ6、6のデーモンとかも採用されてることがあるんで。そうですね。破滅を支えることですかね。そうですね。これもかなり強力なクリーチャーですが、高橋選手のデッキには入っていませんね。入ってないですね。多分、うん、まあ、入ってても、ジェスカイに対しては、その火力除去なんですけど、言ったさばきの一撃ですか、このカードは2マナで軽く対処してくるし、まあ、テフェリーに対してもそれほど、まあ、強くないんで、うん、まあ、あまり効果的ではないカードだから。マッチアップのキーにはそれほどならなそうですが、やっぱフェニックスを止めるという点の性能においては結構、まあ、信頼になるサイズがあるんで、やっぱりフェニックスが止まらんという感じになりますね、ゲームは。うん、こうなるとアルゲールもなんか悩ましいですね。でもまあ、うん、先手だったら結構そのままにしてそうですね。ベナリアシフェニックスとそれなりにライフを取りそうな動きもしてくるので難しいところですが、現在スタンダード新挑戦者決定戦の決勝戦をお送りしております、日本選手となりますので、こちらで勝った方、この3本目で勝った方が挑戦者になるとなります。高橋さんの方は、うん、サイドボードそれほどしてないんで、まあ、そのまんま行くという感じに見ますね。ほとんどモロングゲームをひたすら見た感じですね、うん。まあ脅迫まで入れてあるんで、あでも見てません。どうした、あ、なんか入れましたね。なんだろうな、なんかサイドなんだろうな。まあ、探検クリーチャーとかちょっと減らしたいなとかも思ったかもしれないですね、うん、今の展開だと。とかあたりも、まあ、2枚見てるんで、まあ、あんまり重複してる状態で出されるとやばいから、どんな感じの入れ替えをしたのか気になりますが、うん、もうおそらく1本目で、1本目とは先ほど2本目を終えてからでは印象がかなり違ってきている感じですかね。そうですね、1ゲーム目が4カを打たれたりとかだったんで、うん、結構急にライフが減ったなという感じは抱いてるかもしれないですね、うん、ちょっとベナリア芝ではという感じですかね。さあ宮田選手もサイドボード再度練り直していますが、そうですね、まあ、しかし残骸の漂着は1枚見せたけど残してますね。やっぱりテフェリを守る都合で非常に強いということなんでしょうね。7マナかかりますが仕掛けには、まあ、絶対安心みたいな感じですからね。職員雑貨を直接触るカード、アムラスカの侮辱と戦利品で、あとはまあクリーチャーでプレッシャーかけるのが中心なんで、まあ、そこを一気に持っていければというところでしょう、うんうん。あまりゴルガリは非常にまあしょうもないというか、もう出た時に仕事が終えてるクリーチャーが多いんで、このようなカードはそれほどまあ価値がないかなとも思うんですが、やっぱりテフェリーがキーになってるという意識からでしょうかね、うん。ちょっとカートリーはそう、宮田さんのデッキ、あの包囲攻撃の司令官まで入ってるんですよ ね。これがまたすごい、まあ、さすがに共存してないのか、さすがに共存してないんじゃないですか、さすがにショカートリーでダメですもんね、これね。ダメですね。さあそんな特徴的な、宮田選手のデッキなんですが、もう間もなくでトップ8デッキリストアップされるかと思われますので、もう少々お待ちください。しかしゴルガリ側も結構ハンデスが引けると仕掛けがしやすくて、うん、そうですね、今見てるとやっぱりカウンターの枚数がしっかりぴったり噛み合って仕掛けたけど負けたって感じになったんで、うん、カウンターの枚数はまあトータルで多分ネゲートまで言ったね6枚ぐらい入ってそうなんで、うん、かなり重いところはそれなりに弾かれそうな感じになってるんで、重いところの仕掛けも高橋さん側もまあ6ブラスカビビアンサイコサイトで7枚ぐらいなんで、うん、まあデュレスまで合わせて枚数優位は一応取れてるんで、そこそこやっぱりゴルガリ側が攻める展開にもなりそうですね、うん。ビビアンはやっぱりちょっとフェニックスに対して結構弱いなと今見て印象を抱きましたね。やっぱ 6ブラスカあまりにも中性値が高いから、ね、まあ、ぶっぱしても最悪次のターンもなんとかされなくても大丈夫ですけど、うん、まあビビアンの場合はまあこいつはまあ2パンで絶対落ちるんで、
まあ、5マナでプラス1枚分のアドバンテージですと、まあ、それほどって感じですかね。プレインズウォーカーやっぱりマウント取ってなんぼなんで。確かにそうですね、まあ、タフネスさんも結構マイナス2修正が多いゴルガリとしては対処しづらそうな感じですよね、まあ、そうですね、ちょっと触ろうと思ってもトロフィーとかで2回その除去を2回打つパターンがまあその赤系のアグロだと結構よくあったんですけど、そういう感じにはならないんで相殺タイミングで1回除去ってもおしまいって感じになりやすいんで、もう普通にどかせないですね。なんか1枚分アドバンテージ差がつけられるとかじゃなくて、さあ高橋選手どっちが4枚と短距離クリーチャーがいますか。これをキープ、お互いキープですね。あ、そうです、こういうことしてるか。入ってましたね。入ってすごいですね、それは。すごいですね。あ、でもこれは結構キーになりそうなカードですね。ステイですね、当然。これは残す。これは結構プレッシャーがかかってますね。ミカ1、はい。なるほど。これはだいぶ高橋さん並べて並べてブラスカっていう形になりそうなんで、構え、あ、どんどん来る。ブラスカ。あ、でも落としましたね。結構もうランドが必要な状態ということでしょう。これだと肩構えたらそのまま殴るだけだし、まあ動こうもんだったらブラスカを出されてしまうので、いやかなり先手側のマウントが厳しそうですね。2ターン目が何もアクション取れなかったのが重くのしかかりそうです、うん、さあ今回はかなり高橋選手今の3マナと探検順調に展開してますね。そうですね、こうなるともうトカートリー出してもブロッカーにもならずもう一通り探検し尽くしてあるからまあいいやろって感じになってそうですし、ちょっと結構ここから返すのは厳しそうですね。見えてる範囲でかなり厳しいものが多い、ブロッカーとしてまあプレッシャーにもなるベナリア氏とかが一番この手番は必要そうですが、パスですね。これはもうそのまま殴って適当なカードを出すか、もうなんならそのまま終了するかもしれないですね、まあ、カウンターだろうと思っていそうなんで、とりあえずアタックですかね。で除去は打たずに当然、ここをどうするか。まあ終売人とブラスカーで結構いいカードしかないんで、そのままパスしそうですかね。どうですかね、結構ランドありそうですけど、6ブラスカー落としたのはどういう人なんですか。これはランド終売人、まあ回収できるからまあストレートで出せるようにっていう意図ですかね。これはさあでも出していきましたね。ぶっ壊して回収していく。これはどうなるか。さあここで4かかればカウンターできるんですが、あ、打ちましたね。4かでカウンターしていきますね。これはでも終売人と、4ブラスカーと一応こっちの方がカウンターされてもいいという感じですかね。さすがにありそうな感じだったんで、まあフラットしてるから削り始めればなんとかなるといったところでしょうか、うん、結構この終売人も通したそうだったんで、どっちから仕掛けるか難しそうでしたが、で4マナ目も置いてそのままパス。水光のレインジャー、なるほど。でそのままアタックで、まあ、これ漂着って打つのはかなり厳しいですね。4ブラスカが見えてるから、ね、あ、そもそもランド2枚 これで与えるのもそんなに嬉しい展開じゃないですけど、しかしライフもこれテイクしてしまうとかなり詰まっているんで、ここはどうでしょうね、じわじわとかなり、あ、ここ通しましたね。ライフが 5こうなるともうクリーンショット展開しそうですかね。しかしクラリオン踏むとやばいんで、どっちからいいか。お、レンジャーからいきましたね。これで次の手番にクラリオンプラスカウンターみたいな感じになると結構返せそうですか。イオンか、あ、これはクラリオンなさそうな流れなんで、かなりこの2体のクリーチャー対処するのは厳しそうですね。で5マナ目でどうするか。ここでギャンコは先ほど話してた。なるほど、この場面ではかなり嬉しいですね。ライフが詰まってたんで、まあ、ブロックしないといけないので、まあ、それほど大きな仕事をしてるとは言えないですが、まあ、それでも耐えれてるだけ悪くないですね、うん、さあドミナリアで帰ってきたこの往年の名司令官ですね。これだとまあアタックしたら多分もう2体打ち取るようにして1、1ゴブリンが1体残る形になってしまいますが、まあ、それでもいきそうですね。で、まあ、ブラスカにのプレッシャーがそれほどなくなってるからブラスカを出すという形か。あ、しかもアルゲールを引いて、あ、これは結構いいですね。有利そう。ここでのアルゲールは強いですね。そうですね、結構リソースがなくてカツカツだなと思っていたところなので、かなりまあ倒す。全ブロックして。全ブロック。全ブロックしていく。あ、チャンプではなく全ブロックしていく。ブロック。なるほど。これで一旦場が
綺麗になりましたが、なんだろうな、トロフィー、インスタント除去はトロフィーだと思うんですけど、なるほどなるほど、なんゴムリンを1個残さないの、アルゲール団結とルプラスブラスカ、ブラスカ、これは一気にアドバンテージが、プラス気に、まあ結構マナーも欲しい状態なので桜、あ、桜りましたね、電源、迷ってますね。迷ってますね。どっちも。作ろうかなと。あ、でも、はい。作りました。まあ、テンポゲームなので、もうさっさと仕掛け札を引きたいということで。まあ、しかし、まだ、テヘリ、結構出しやすそうな感じにはなってるんで、ここでテヘリが出ればまだ、最終的にアルゲーラマナを払って、またそのカードを出してって感じになるんで、カウンターさえあれば、しのぎながらテヘリでアドバンテージが、マナを払わずに広がるんで、ここで出るかどうかかなり大事そうですね。が3マナ、あ、いや、出たか。お、出ましたね。いや、これ分かんなくなってきましたね。さあ、ブラスカが、こうなると、結構マナ払って展開ってやってると、有効牌を引かれ続けると、厳しくなってきますが。ここで、脅迫を引いたな、あ、引きに、同士に行って、で、次がブラスカで確定か。ここはブラスカと分かってても引きに行きますか、ね、いや、多分探検でプラス1カウンターも、なるほど、ね、あ、いや、引きに行きましたね。それでプラン、どんどん掘っていく感じですね。あ、一気に返してそうですね、これは。なるほど。で、3に、ちょっとアドバンテージゲームって感じでもなくなってきてるんで、難しいです。テフリーにどうマウントを取られないようにするかというゲームになってるんで、対処札を引きに行くか、クリーチャーを並べながら戦うか、脅迫があるんで、一応そのクリーチャーを並べながら突破する目もなくはないんで、難しいですね。あ、しかし落としましたね。直接対処できるスペルを探しに行きましたね。いや、これはテフェリーがやってくれるか、どうなりますかね。いや、このフレンズが残ると、本当に落ちてくれなくなりますからね。まあ、高橋選手としてはもう、当然、一刻も早く対処したいですね。そうですね。宮田さんの方は、まあ、どれだけ有効牌が引けるか、フェニックスですかね、このマナは。カーン、ほう。おー、さあ、ドミナリアの2大プレーンズオーカーが揃ってしまいましたね。いや、これは枝渡りを除去できるカードが手札にあるとしたら、どんどん毎ターンアドバンテージ差が広がっていくんで、それ次第ですね、うん、ここは当然土地が入っていきますね。で、あとカートリーを下に入れたのかな。そうですね、これで2マナアンタップで、これで手振りがアタックで落とせればまだカーンだけのマウントだったらまだなんとかなりそうではありますが、うん、さあ、ここで、あ、でも漂着を一瞬迷ってっていた素振りもあったから、この手番で漂着かもしれない、うん、するとデュレスが当たるような除去になっちゃうんで、うんうん、落とせるかもしれないです。さあ、どうなるか、スタックで除去れるかどうか、かなり重要ですが、あ、レスポンス5点、あー、デュレスががっつり入りましたね。これはこれでテリーのあれがなくなったんで、しかもカーンもこれはちょっと有効杯とか、あとは有効杯とはあんまり言えないんで、ちょっと有効杯供給しなそうなんで、丸裸の状態になってしまいましたね。これが普通の火力除去だったらいけそうでしたが、4マナブラスカを引いた、まあ、この場面ではといったところでしょうか。しかしプリンズオーカー強力は強力、でもライフも詰まっているんで、アドバンテージに関してもまあ不安がないんで、かなりここからまくろうとすると厳しそうですが、どうなりますかね。カーンが有効牌を間違えて2枚めくるとどこからでもまくれたりしますが、まあ、ランド1枚混ざってしまうともう不要なので、宮田選手ここで最も欲しいカードなんでしょうかね。まあでもテフェリーじゃないですかね、やっぱり。やっぱりテフェリーですか。テフェリーテフェリーってめくれたらさすがにすごい話ですけどね。トークン出してもチャンプになってしまうので、ちょっとカーンはカーンのまんま放置されて走り切ろうという魂胆でしょうね。高橋さんの方はランドがめくれてしまったので、なんとか当たりもいらない、ま、次の手番もカーンは何もできなそうですね。これはそうですね、うん、パス。さあ、ライフは宮田選手5、まあ、せめて1枚有効牌混じってれば次の手番何かできたんですけど ね、カートリーはちょっと、もう2ゲーム目は大活躍だったんですが、3ゲーム目はカーンから呼ばれてもないのにどんどん集合してしまって、うん、レインジャーとデュレスと4ブラスカですかね、多分。まあ、まずはレインジャーですかね。まあ、それか、まあ、ブラスカのドローをして浮きマナを使えるようにしておいてか、あ、デュレスから行きましたね。まあ、硬いですね、かなり有利なんで、ランドだったとして、まあ、そしたら有利だから別に落とせなくてもいいやということですね。でレインジャー送信、送信が入ってるんですね、うん、フェニックスを2ステップでも除去れるようにというところでしょうか。さあ、ここで愚問の記念像ですね、これがもう1枚入って、
で、2マナで、まあ、一応ドローしておいて、うん、で、6ブラスカも引きましたね。これはちょっともう返せるカードはなさそうですかね。そうですね。フラリオンとかで、ね、流してももうフィニッシャーはいくらでも替えが効くという状態なので。うん、でマナーは必要。もうカーン徹底放置ですね、これは、ね。そうですね。もうこれは全然何もしないんで。まあ、あれですか、赤いケージとかぐらいしかもケアするもんがないし、全然打点が出ないから。3階の漂着、ね、漂着ですか。まあしかし一手番、まあ、延命するだけに過ぎないんで、ちょっと厳しそうですね。次は6ブラスカもぶっぱされてしまって、どんどんと状況が悪くなるんで、まあしょうがないんで、有効牌2枚めくれることにかけてプラス。で、まあランドですね。土地なるほど。カーンが何もせずに、そうですね。ゲーム一貫して何もしませんでしたね、このカーンは。あとまだ一応一手ありますが。やはりあそこの除去が、アタッキング除去だったのが、一番悔しかったですね。あそこなければまだ、普通の火力だったらテフェリーマウント成立していったんですが、まあそれでもちょっとこの感じだと、スペルが足りてなさそうですかね、テフェリープラスしてっても。ひとまずはまあコンバットをしのいだ形になりましたが、うん、だがしかし高橋選手、まあ、ここは当然6番のブラスカ出してくるでしょうというところですよね。丸裸の状態なんで、多分さっきマナを数えてたからもうケージのケアも忘れてなさそうなんで、ポロッと負けることもなさそうですね、多分。なるほど。でサクリファイスして1点ゲインで一応逃げておくかというところで、で6ブラスカで、まあ、この 2-2 がもう、うん、マストで除去というか、もうこれで終わってしまいそうですね、うん、なんかあんまり長引かずに。さあ威迫がついているこの 2-2 トークンですね。もう積みですかね、返せるか、2枚セットでもちょっとあんまりなさそうですね、ここまでいくと。おフェニックスを引いたんですが、ちょっとそうですね、もうアタックでもうダメですかね、威迫の分で、まあ、カーンと一緒にトリカーという回収しても除去られてって形になるんで、そうですね、もう無理か、耐えるパターンはもうなさそうですね。ギャンコマとネゲート、まあネゲート渡されそうですね。そうですね、ここで否認がということに加わったが、勝負ありですね。これはいかんともしがたいか、まあ、出してももう向こうも詰め将棋ですかね、終わりですね、はい。さあというわけでスタンダードシーン挑戦者決定戦、優勝は高橋優太選手でした。おめでとうございます。